リバティ・ハイド・ベイリーリバティ・ハイド・ベイリーはアメリカ合衆国の農学者、植物学者である。アメリカの農業拡張事業に貢献した。ミシガン州のサウス・ハーベンの農民の三男として生まれた。ミシガン農業大学を1882年に卒業し、翌年ハーバード大学の有名な植物学者エイサ、グレイの女子となった。2年間、グレイの標本室の助手を務めた。 1885年にコーネル大学に移り、1888年に農学の教授となった。1900年にアメリカ芸術科学アカデミーのアソシエイトフェローに選ばれ、州立農業大学を設立し、1904年に公的資金を得た。1903年から1913年の間、ニューヨーク州立大学の学部長を務めた。1908年に セオドアルーズベルト大統領の諮問機関、農民生活委員会の委員長に任じられ、1909年に農業改革のための報告書を発表した。1918年に教授職を退き、民間学者として社会活動や政治的活動に従事した。サイクロペディア・オブ・アメリカン・アグリやサイクロペディア・オブ・アメリカン・ホーティカルチャー。 アメリカ園芸百科事典1900-1902などを編纂し、雑誌、カントリーライフインアメリカと、コーネルカントリーマンを、創刊、編集した。多数の園芸分野など著作を行い、植物分類学の分野でも100以上の論文を、執筆した。栽培植物の研究を行い、植物品種改良の分野で、カルティバー、カルティジェン、インジュゲンなどの用語を作った。 遺伝学のメンデルの功績を再発見した一人、ともされる。農業改革の分野で、園芸学校で農民を教育し、農民の生活を向上させた。LH ベイリーは、植物の学名で命名者を示す場合に、リバティハイドベイリーを示すのに使われる。ありがとうございます。